急に何ですか、こんなところで。どうでしょう、この春休みを最後に父上の元に戻られるというのは。俺はこの学校を気に入っていますから。そうなると君の今後の学校生活は大変なものになりますね。一つゲームをしませんか。次の新入生の中にホワイトルームから呼び寄せた生徒が一人紛れています。どの生徒か4月中に突き止めることができたら私は身を引きましょう。君はもはや唯一の成功例じゃない。引導を渡すのはその子ですよ。わかりました。ただ俺も一つだけ自信を持って言えることがあります。ホワイトルームで俺よりも優れた人間は存在しない。その深い闇を抱いた不気味な瞳、父上にそっくりですね。綾乃浩司君。俺に何か用か、松下。うわ、どうしたんだ。理事長となんか話してたの。この辺を改築するらしくて、たまたまいた俺に意見を聞いてきたんだ。へえ、そうなんだ。